はい、どうも、大見ヒルです。おさあ、ですね、朝日劇場の公演も終わりまして、3日目でございますね。本日3日目でございます。本日は、いつもお世話になっております、養護施設の方に、慰問公演に来ております。まあ、本当に短い時間なんですけどもね、1時間弱ぐらいなんですけれども、やっと来ることができました。このコロナ禍の中、ずーっとね、3年ぐらい来れなかったんですよ。ここに来たのも3年ぶりです。詳しくは昔の YouTube をご覧ください。本当にちょっとの時間ですけれども、ご高齢の方にね、楽しんでいただけたらななんて思っております。内容も、どっちかっていうと、ご年配向けの内容できておりますから、そこは内容を調整しながら、1時間おしゃべりありの、舞踊ありので、楽しんでいきたいと思っております。ではですね、ダイジェストをご覧ください。でね、みんな頑張って踊りますので、踊った時に声援はないですけれども、拍手をしていただいたらみんな喜ぶと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。中学校に行かないかんからと言って一応断ったんですけどね、いつの間にか楽屋にいて
楽屋の出入り口が窓からなんで、みんな窓から出入りしておトイレ行ってます。別にあの泥棒に入りに来たわけじゃないんで、し、お向こうで今リクリエーションが始まってるんでね。あともうちょっと、あと20分ぐらいで開演です。さあ、というわけで慰問公演いかがでしたか。でもっていうかもうちょっとしか映せなかったんですけどもね、あのあまりね時間を長くするとダメなんで、だいたい40分程度、あの人数もちょっと限られてたんでね、コロナの関係上。去年の12月の14日の映像なんですけれども、この慰問に行けたっていうことが、あ、コロナも終わりに近づいてるなっていう、そんな気がしたんですね、去年の12月の14日。で、今この映像を撮ってるのが2月の15日なんですよね。ちょうどあの2、3日前に岸田総理が3月の13日にマスクを外してもいいですよ。5月にはコロナ収束しますよ、みたいな感じで世界でね、発表されたんですけれども、いやでも本当に終わるのかなっていう、そういう気もするんですけど、終わればいいなと思ってます。で、やはり僕たちはそういうね、あの、朝日劇場とかさ、ちゃんとしたお芝居小屋、劇場でお芝居をさせていただくんですけども、舞台もさせていただくんですけれども、やはり今ね、施設を利用するしかない、人の手を借りて生活を送らなければならない、介護が必要だという方、なかなか本当にね、劇場まで足を伸ばせない人がいるんですよね。昔はよく見に行っていたのに、とかね。言うてた人もたくさんいました。じゃあ、こちらの方から乗り込んでやろう。乗り込んでやろうっておかしいですけど、こちらの方から行ってやろうみたいな感じで、こういう慰問公演っていうのをライフワークとして続けていたんですけど、やはりあのコロナの間はできなかった。だから、これからぼちぼちと、また復活していければいいなと思います。まだあの、これを見てらっしゃる方で、うちの施設ちょっと来てほしいな、とか思ってる方がいらっしゃったら言ってください。あの、いける範囲になりますけれども、いきますから。よろしくお願いします。というわけで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また絶対グッドボタン忘れないようにしてくださいね。絶対いいねを押してってください。そして必ず返しますから、コメントは絶対に書いておいてください。何でもいいです。イエーイとか、フー、ピース、ハート。俺ハートできへんねんけど、なんかハートマークつけとってくれても、絵文字でも何でもいいんで。絵文字をつけられたら絵文字で返します。というわけで本日も最後までありがとう。じゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあね。じゃあ